はい、皆さんこんにちは。今日も算数の入試問題の解説を行っていきたいと思います。今日は筑波大附属中学2009年の問題の、分数を大きい順に並べなさいという問題です。結論から申しますと、一番大きいのがこれで、2番目、3番目、4番目と、なっております。さて、どのように順番が決まるのかっていうのを詳しく解説していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、さて、大小環境を比べる場合なんですけど、方法論は大きく分けて3つあります。1つ目は、通分しちゃう、通分によって、分数を比べることができると、はい、いうところですね。2つ目として、ちょっと表現の仕方はこれが正しいかどうかは、分かりませんが、通分子、分子を通分する、分子を通分するというやり方です。まあ、通分は分母ですね。分母で、分子を通分するっていうやり方があります。例えばですね、1分の8 と、まあ、分子が同じ1だった場合に、どちらが大きいかって言われたら、分母が大きければ大きいほど小さいので、まあ、このような形になると。で、もう一つは、すべて、小数に直す。はい、すべて小数に直す。この手のタイプの問題はほとんどこれです。もう 95% すべて小数に直すことによって、比べられるということです。だいたい通分とか通分子ほぼしません。通分したらもうドツボにはまります。分母が大きすぎたり、分子の場合は、分子が大きすぎたりして、もうこれとこれはほとんど不可能で、もう 95% 以上もう全て小数と、はい、っていうことになります。もちろんこの問題もね、全て小数に直して比べることは可能ですが、少し面倒くさいと思いません？44÷45 とか118÷121 っていうのも多少面倒くさいので、別な手段、これとは全く別な手段で、解説していきたいと思います。はい、さて、全部分数なんですけれども、ある特徴があります。それは何かというと、全部1に近くなってませんか？45分の40って相当1に近いし、これもね、こういうのもまあまあほとんど1に1寄りになってると。はい、だから、1からの距離を出していきます。1からの距離、まあ、線分図でいうとこうですかね。0と1があって、44分の44というのはほとんどギリギリ1と、121分の118っていうのもギリギリ1なんですけれども、この距離が狭ければ狭いほどより1に近いっていうことです。だ、狭ければ狭い人が勝ちっていうことになりますね。1までの距離がゴールだったとしたら、勝ちっていう、こういう計算をしていきたいと思います。つまり、一旦1から全部引いていきたいと思います。1からちょっと引いていきますね。1引く45分の44、1からの距離を取ると、あと45分の1、あととでも書いておきましょうかね。1まであと45分の1、1引く121分の118に関しては1まであと121分の3、全部やっていきましょう。1引く131分の128も131分の3、最後1引く141分の138も141分の3と、こうなります。1までの距離が、短ければ短いほどより1に近づいているから、その人が、一番、長い、つまり一番大きいっていうことになります。そこで見ると、45分の1と121分の3と131分の3と141分の3、惜しいですよね。分子が333になって、ここだけ、3になってません。つまり3にしてあげればいいんです。45分の1って、3倍3倍すると135分の3になります。はい、ちょっとチェックしてみますね。これで大小関係が比べること可能になります。そうすると、これ1までの距離なんで、先ほども言ったように、この距離が小さければ小さいほどよりゴールに近づいてる、より大きいってことね。だから小さい順に選んでいきます。
一番小さいのが、分母が大きければ大きいほど小さいので、一番小さいのがこれ、1番目。その次が135の2番目、131の3番目、121の4番目。もう一度言うと、この距離が小さい。分母が大きければ大きいほど小さいわけですから、1までの距離が小さければ小さいほど、より分数は大きいと。1により近づいているので、大きいので、順番が1番、2番、3番、4番と。いうことになるわけです。だから左から書くと141分の138、45分の44、121ですね。131分の128、121分の118というのが、正解で大きい順に並んだということになります。はい、では解説終わります。この解説が良ければチャンネル登録をお願いいたします。どうもありがとうございました。